OK。おはようございます。番組は終わってしまいます。はい。本日12月5日ということで、エリートサラリーマン鏡導入だったんですけれども、まあ、新年抽選あったわけですよ。じゃあ、鏡朝から撮っていこうと思ったところ、結果ですね、こちらです。ててーん、設定56っていうね、座ることできませんでした。なぜなら12台中の56番ということで、ね、ほぼケツです。はい、なので、帰ります。お疲れした、はい。お疲れした。お疲れした。今日やっと撮れたのよ、5番。マジでよかった。本日ですね、鏡導入の2日目でございます。はい。日本残念でした。ということで、今日はこっちで頑張って出したいと思います。いやー、寝不足の人多いだろうな、サッカーね。日本戦見てた人多かったから、多分ね、抽選まで朝起きれなかった人多かったと思います。さあ、じゃあ1枚目から投入します。じゃあ行きましょうかね。一発目からレイアク、これなんかあるんじゃないの。スイカだね、 USA 狙いで、トランクだね、トランクがフォロー。さあ鏡初打ちなんですけど、なんかね、話聞いた感じ、とにかくサラバンっぽいので、サラバンといえばこうガッと石神だろうということで、早速でトランクからはチャンスゾーンかな、ラフォースラブフォースバンか、これがチャンスゾーンなんですけど、この釣りが一番弱いのかな、連続演出だと。まあ、そうね、なんでこれじゃサラバンっぽいかっていうところもちょっと話しておくと、ボーナスがね、赤と青7があって、基本的にビッグしかないと。で最低でも40ゲームもらえてて、最大で100ゲームで完走すれば、フリーズのチャンスですよっていう、まあ、これまさに超番長ボーナスとね同じような感じなんですけども、そうサラブ打ったことある人からすると、多分ちょっと打つとなんとなく打感で、あ、こんな感じなんだなってのが分かる仕様になってると思います。で、あと1番はその多分スマスロになってから作りやすくなったであろう、そのモード移行とかっていうのがすごいね、サラバンっぽく作ってるなっていう、まあ番長だね、番長シリーズを系譜してるっていう感じなのかな。なので通常 A と B と C でチャンスと天国の5つのモードがあるんですけども、まあ朝一ね、設定後はなんかチャンスモードとか天国モードに行きやすいらしいので、ちょ 66% かな、朝一はちょっとチャンスっぽいです。このユーグルステージが高額なのか、高額資産。朝一天国が99ゲームだもんね、天国で当たるのであれば99ゲームの天井なので、60ゲームぐらいから多分こう煽ってきてるっていうのは、朝一一応これリセットがかかってるっていうのが、まあこれなんとなく分かってくるのかな。あー、で電源オンオフだけでもみたいな、かっこよ、クワイジンマスク、ジブノリーか、なんか引いたね、着地だいたいこれであるよね、特訓みたいな鏡ジョブタイム、これが今回あれだね、特訓ってことだね、鏡ジョブタイム KJT。 卵かけご飯、これはあれか、どんどんリタイアしてってケツの方が残るといいよって形か。10回到達、これ10トンみたいな、ああいう感覚なのかな、1トン5トンみたいな、めっちゃサラバンっぽい。あ、30回いったじゃん。でこの後また階層が上がればって感じか。お、いったんじゃないこれ、80回。え、朝一天国で当たった？さあバトルでございます。さあ誰が出てくるのかい、IT バトルネック。あー、ジョブズね。で、これ、そんなに、
大体この辺よね。よし早い。いやよかった。とりあえずこれでボーナスですね。はい、あ、直撃だとここのベッドで AT が入ってるだけね。なるほど、そこはね。ヘイ、青に昇格の可能性があるってこと。ああ、チャンス目とかだったら可能性あったのかな。ああ、これね、またズルズルやってんだね、これザーってやればね。さあ赤7でございます。赤7は AT 当選期待度が 30% ぐらいかな。で、40ゲームあるんですが、多分最大で100ゲームなので40、60、80か USA を狙え。あれは止まれば止まるほどいいやつね、これ。お、2個止まった。ホットタイム。これまた金飛びさん来るのかな。お、早いんじゃない。お、シリーね。高速で言うんだったらこれな、7ゲームとか超えれば終わんないよ。終わる。でこれ終わりか。これ終わり。111枚。なるほどね。マジでこれ繰り返したら死ぬぞでもやっぱこのサラバウッドの感覚にすごい近いというか、思い出させてくれた。さあここから、今のが天国で恐らく当たったので、まあ、どのモードに行ってくれてるかになるのかな。そうだね、ここの、まあそうよね、やっぱりこの手の台というのは多分設定で一番感じる部分はモード以降だと思うのよ。だから AT 入ってゲーム数持っても通常 A の深いところに行っちゃうと、そう、なかなかきつくなってくると思うから。さあこれトランクからのは檻なのかな。おい、トランちゃん、これラブフォース1だっけ。これチャンスゾーンだね。さあ16ゲーム、これめちゃくちゃ早かったですね。10ゲーム以内で USA 出現でチャンス。カットインがまだ出てくるのかな、これ。何も引かないね、今のところ。あ、なるほどね。これで、これを、あ、ここで、なるほど。で、カットインめっちゃ引かないときついね。さあ、ラスト。こんなの10ゲームで終わっちゃうんか、これ。こんな感じ？あ、そんな感じなんだ。なるほど。これで、ディスクなんだよね。ディスクを回せみたいな。ああ、いや、なんかとにかくこの今回特化ゾーンがちょっと面白そうだったのよ、動画見た感じ。そういうところは映像に残したいなとは思ってるんだけど、いかんせん AT を50ゲームからこう伸ばしていくのが難しいので。さあ、ね、やっぱね、111枚持ったところで何の役にも立ちませんってことで2枚目でございます。はい、追加投資。今日8万なんだけど俺持ってるのが大丈夫かな。早い。なんかスマスロお金入れてる感がないけど金消えてくのと、触んなくなったのは便利だし、スマートにする必要はあったのかとかっていうのはあるよね。スマートだけど台はどんどんこういうのがついてってスマートじゃなくなるしな。あの、本当にスマートになって今のねデブ5とかの仕事がなくなるんだったらそれは意味がないと思うけど、もうデブで生きていくって大変なんだぜ。食費だって普通の人にかかってるしさ、ね、病院だって行く回数が増える可能性があるわけだし、この1
2枚で天井に行くわけね。さあ、646、3枚目です。いやほんまや。でこの前兆外れてたらもう今お金入れたけどペラってめくると通常時だからね。私にこそこれがエリートの待ってんじゃなかったですね。こんだけ畳みかけて引くんだったらちょっとボーナス欲しくなってくるよな。いやまあそうではない。やっぱそのね引くところもやっぱ高額とかじゃないと厳しそうだし、今日そういうところでは噛み合わせてないからね。いやーよかった742ですね。挟んじゃおうかな。あー勝った。さあここで 30% をものにできるやつが勝てるっていうね。さあ125枚デフォルト背景だよね。さあ頑張っていきましょう。まあでもこれがさ、あの鏡よ 6.5 大きいスマスロの、あのもうスマスロのいいところで言ったらユーリッカの切れは今のところないわけだから、あのもう入れた分っていうのはもう戻ってくるかもしれないよっていう。ちょっと遅いぞお前。そういうポジティブにね考えておくしかないからね。カットイン、カットイン。おっ、おっか、これ強いっしょ。1個しか揃わん、2個、これいったでしょ。おっしゃー、いやなんとかチャンスゾーンから刺しましたね。いやー83ゲームです。80枚持ってるよ。ちょっと頭かゆいので一回ちょっとヘルメット外します。よし、じゃあいきます。これができるんですよ、これが。さあもう40ゲームはもう仕方ないとして、40ゲーム内でさっきのレア役の畳みかけをできればワンチャンスもらえるわけですよ。いくら 30% 並んだいったって何もいけなかったらそれ当たんないからな。あアメリカ狙ってんだけどな。おっと入ったな、何も引いてない。おっとっと1だけ、1で入るのかどうかだよね。だからこうなったら1、うお無事だったね。でもこれで AT 入ったからね、青が揃えばラッキーになったんだけどね。さあここでしかもあジャックでございました。さあ40ゲームで終わっちゃうのかい。はい、さあ AT 入りましたね。これでさあアメリカンドリーム。さあ AT はね僕そんな分かってないので普通にまあ打ってきますけども、50ゲームですね。スタート大事、5分の1で超高額スタートで、じゃあ最初が結構重要。いやそうね、ボーナス、あ、赤カモン、カモンループ率上昇中。あーその一番上位の兆候みたいな。頼むぜマジで。おっと、あさっきのポリスね。さあねカモンが来る可能性があるわけだから。いやーそうだね、何事だ、うん、
あー、そういうことが。でラストゲームでしょ。あー、はい、これが高設定したですね。いやー、ちょっとマジか。しかもまあ50ゲームでしょ。ちょっと上乗せすれば届くかもしれないっていうところだったから、マジサラバンもそうだけど、やっぱああなったらしょうがないもんね。これを繰り返していくときついのよね。4枚目ございます。さあ、俺さあサラバン苦手なんだよね。あのね、何かが間違って人生体の引きを使っちゃったのがあの日だったのよ。前借りかもしれない。鏡の前借りまである。5枚目でした。はい、3時間で4枚。まあ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 、まあ、想定通り。8強なくなるのは想定してる。あのバイオと一緒で8まででちゃんとブチ切れる。おっと、チャンス目だね。チャンスで、こういう強いところのチャンス目でしっかりと刺してもらう。おっと、あ、ごめんなさい。コストコにあるんだよね、結構。ビクトリーだったね。チャンス目から直で当たったってことだよね。待て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 、ベッドをしたら出てきちゃうかもしんないぞ。そう、アメリカンドリーム、ほら、はい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 、知ってましたよーだ。さあ、しっかりと赤菜なんでございます。うん、全然いい、いいですよこの感じは。さあ、ここでそろそろ A からね、行ってほしいところもあるからね。ラスト、87。いやーですね、これがね。はいはいはい、ありがとうございます。ゲッチュー85。さあ、天国ですねこれは。分かったけど赤です。さあ、40秒もらってんでね。8、おー、あるよ、強制だろこんなん。8つ、1ゲーム目。あ、これよ、これ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 。いやー、ここ欲しいなー。いや、これダメだったらやべえよマジで。あともうここで AT 入ってループさせたいんだ俺は。うわー、やーばい。あ、こんなパターンあんの、あっつー。あお、あー、よかった、マジでよかった。はい、デフォルトですね。結構デフォルト多いんだろうな。さあ、アメリカンドリーム、やっとです、やっとです。さあ、5分の1で来るその兆候からスタートすれば。まずね、レアグだね。さっき勢いとなくこの AT に入んなかった50ゲームでレアグ引いてたんだから、それをやればいいだけなのよ。
やこれはただ AT に入っただけになってしまったじゃないか。ザラスト、いや50ゲーム何も引かなかったな。おっしゃ、これで引き戻しのチャンスですね。 52% 確か。いやめっちゃ大事だよな。え、いやカモンさせたいじゃない。そうだよね、アタック7カモンすればいいんだよね。7ゲームだよね。 OK、 7ゲームカモンを発生させろ。7これ、うーわー、どっかで来るわけだよね。こう完全告知よねこれ。頼むぞここの 50% ジーパー、嘘でしょ。ちょっとラスト、引け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 、ジーパー、ラスト、しょうもない結果でございました。あ、ヘイヘイしてる。あ、ドリームカムアゲインが外れても外れなくてもあれをやった後ってのはテンション短縮ね。ヘイヘイがついてるときはやめないほうがいいと。ちゃんとダメだったな、ちゃんとダメだった俺。でもなんか今のいいきっかけになった気がするわ。本殿じゃなくて CZ 入ったらすぐ演出来るからな。ダックカルト珍しいな。外れ、俺なんかプレミア出んじゃないの。あ、ほらゴーエモンだもん。ゴーエモンこれだからゲーム数的にもここが光る可能性あるってことだよね。いやボーナスだわ、全然ボーナスでしたわ。まあでも当てりゃいいのよ。おーっと、1ミリも期待しないところから来た。絡んでたらな、絡んでたらな、どんだけ喜べたかっていう。今回の、鏡めちゃくちゃ青菜が強くなってるので、ここもろにできだったら俺も帰ります。あ、間違いない、 81% でしょ。数々の高継続パチンコ機打って単発のやつはもうやめた方がいいわ。向いてない、向いてない、これ鏡いるパターンだから強いやつですね。やっぱ下段ね。あー揃いはしないけども、いいじゃん2ゲーム目。ほらめっちゃ光った、青、赤でした。やっぱ 80% 強いなマジで。本当に帰るわけないだろうがよ、何言ってんだよ。さあラスト、さあ107枚でございます。さあこれでアメリカンドリーム。さあちょっとさっき50ゲームかけるけどね、なんかレアが引かなかったわけだから、ここでしっかりと上乗せをして楽しい AT にしたいと思います。これが鏡の性能じゃ。いやーラストさん、うん、いやばっす、頼む、うわー、
いやこの250枚って別にそんな嬉しくないんだよね。さあさあ打ちますけどね。いやマジでこの台無理だわ。いやだからバン、まあ、サラバンとかも正直きついよ。きついはきついけどさ、バーかバカげてんだよなこういうの。カモンしない鏡なんて打ってても面白くないからな。くそダメなんか126枚。あそうね、とりあえず次の当たりまでは AT まで行こうかなと。はい、追加投手です。飲まれましたね、ちゃんと700枚ほどだったんですけど、まあ、だから400を超えてしまうとちょっとつらいですね。ラスト、まあ、他の絵は出てないですけどね、これ2回目ですね。まだやめん、珍しいな。なし、148万円。148万円。さあ、まさかまさかでございます。6番目かな、これがセブンですね。7枚目です。まあこれで僕の玉があと残り1枚なので、まあ、8枚入る頃には900もいきますし、まあその辺のジャッジメントでいいのかな。いやでももう一回どうにかなんとか入れたい、マジで入れたい。これはで199ゲーム8枚目、これ200のところで当たってくれればそれで問題はないけども、まあこんな世の中うまくいかないよねと思いながら200のゲームを回したいと思います。金下ろしてくるか、俺言っちゃったんだよあと1回やるって。はい、ちょっとコンビニに行ってお金下ろしてきました。追加で10本いただきました。で9枚目です。この人がいとも簡単に継続させてるのもちょっとなんかイラッとしたわ。さあ9枚目か、久しぶりかなスロットで9枚入れてるのは。うん、でもなかなか入れる意味がなかったから。10枚目です。1台に10万円は俺凱旋以来ですね多分。10枚目です。パチンコでも俺ないもん。長かった958かな。まあね、まあそうね、ここはねしょうがない。で60ゲームだもんね、最低で60ゲーム。ステージがねこれ緑なんでね、最低60以上のスターでございます。赤なら感想が出るでしょ、赤になんねえかなマジで。あこれは行くんだろうな。まだまだ踊っちゃうよ。いいけどね、トランク自体はいいんだけどさ。よしこれこれこれ、さらにアメリカそれちゃ、あ超90%、これをもらったべ。あーよかったな。誰にも止められないよ。
長げ、何ゲームよ、2000、いやサダストです。さあ60のままか、はい、60ゲームのもの143枚です。さあこれで2500ゲームぶりのアメリカンドリーム、いやー、まあ、とりあえずね、まだスマスの動画の中でもこんだけ突っ込んだ後に跳ね返す動画出てないと思うので見せます。まあしょうがない、ここからここがね全部もう AT 入ってないわけだから、半分でこう頑張ったここと頑張ったここっていうね、はい、なのでここから5000枚取り返すぐらいな感じでね、はい、行きたいと思います。俺が本当のアメリカンドリームを掴んでやろう。さあまずはここ5V1、そうこの辺でなんか演出が来ないと、さっき早かったよ、なさそう、なんもひか、50ゲームあったあろうがなんだろうが、今日そういう日だわ、もうダメだ、日なんてもう一生なんだけどな。おっと光ったね、なんか引いたわ、チャンス目だな、これね、これ黄色とかあるんだろうな、色が多分あんのかな、示唆してんのかな、オッケー、あれ今度青だな、ここは何事だ、多分そうだろうね、あーでもこんな感じなんだろうな、カバーできてるね、ちょっと煽ってる、やれないな、くっそ、あなんか今チラシそうだね、よし頼むわ、ここだよな、あれ岩尾じゃん、岩尾だった、これだって多いよ、ここに来て、いや頼むぞマジで、エクセレント、岩尾、岩ミス、初めてじゃん今日、これ熱いよね、熱いよね、これ何かにかかってんだろう、4、いや詰まったよ最後に、負けねえぞマジでこれ、ねえ溜まってたの来たよな、ケチャ止まりろんだよこんな、ここね、青赤、まあ、全然いいでしょう、まあそれね、でこれで7ストックしたよと、いやー流れたね、9時間編集もすまんな、おっとほらにこれね、出会い役あんのよ絶対、そういうの流れが、ループしろ、ループ、これをあの兆候でやったら半端なかったんだろうな、いや、上がる、もう一回、コイン、あるよ、もう一回、次、赤コイン、あー、来た、23ゲームある、今のレア役の流れ引いたらもう、激アツよね。見知ってんだよ、チクショー、何事だ、1個か2個、ここ2個、3個、これ3個、ここに来て、ここやれないのかよ、俺ループをさせてくれ、ループを、そりゃ行くでね、
さ。でも23ゲームも回ったんかこれ、ラスト何事だ1個か。確かにこれで、あ、50で、まだまだ、で、まだ熱っ、延長熱っ。いや、マジでこれ超チャンスじゃん。マジでここであの流れなんだけど、なんかでもね、変に気負っちゃってんだよ、別にしょうがない。そんな引けるときは引けるし、引けるときは引けねえもん。終わんのかい。延長入ってるかな。もう一回、お、長かった長かった、今ちょっと遅かったんちゃう。これ熱いよ。お、出てる出てる。3桁3桁取れ高やってきたな。これさっきやったらループの可能性あるでしょ。いや、でもこれはでもあれよ、トランクってなかなかループしづらいはずだから。でもまあ取れ高じゃんこれ。いや、そうだよ、だって2セット AT50 ゲームの AT がだっ、だね。いや、まだ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 早い、まだ早い。ここで許したら油断してると思われるから。100はお前やっと元気が入ったところだ今。あ、でもなんか引いたな。ワンチャン。なんいいか。あ、でも1個ステージ上がった。おい、これ何の分。あ、何これ何これ。まあいいや、なんか嬉しい。なんか知んないけど今嬉しいです。そう、上がってんだもんな。あのアームでねじ伏せるってこういうことだと思う。なんかさ、やっぱ1台打ち続けてるとさ、行くとこまで行った後ちょっとなんかさ、詫びが来るよね。おっと、チャンスでいいんかい。着地で、ありがとうございます。ナイス、あっ、いじってるね。何事だ。ない。ない。さあ千枚今日初の、あ。ああ。お。赤い。さあこれでドリームカムズアゲインもついたと。赤ディスクとドリームカムズアゲイン。そうね、岩乗せがそろそろ来る、あったら来てくれる。あ、なさそうだな。ああ、あったな。おお、50もあったんかい。さあラストです。らしく、ちょっと今、さあここでディスクジャッジメントですね、ネクスト。さあこれは獲得してたこのディスクを使って、ま、何かがいくわけよね、この。あー、なるほどね。おら、あ、いけ、止まれ。お、いけ、お、おし、ケンシロダンス、俺がやりたかったやつ、動画で見て。これ上乗せ特化ドンですよね。とどろけドリームが一番下にはなっちゃうんだよね。でも100以上確か乗るのが平均であったはず。そう、さあ特化ゾーン、よっしゃ、ケンシロダンス、いや、やっとやれたわ。あ、エンブレムが一番強いんだ。そうで、なんかあれよね、なんかマギクエっぽくなってるってんだけ知ってる。ヘル引いてこのマップ
マスをどんどん埋めていくんだよね。ミドル、これ真ん中、おーっと、熱っ。これで、あ、プラス5、これでプラス5伸びました。これ緑を、なにこれ、え、あっつ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 、なになに起きてんの、これ何、あ、これ上、これ特化ゾーン、ここでベルいいから特化ゾーン、え、なにこれすごい、え、おう、これで、これでアンデッド、いやーな、うー、なんこれ、ちょっとちょっとちょっと、え、叩け叩け、はい、ゾンビあ、こう、あ、なるほどね、どんどん増えていくと20、お、20ゾンビ、うわ、50ゾンビ欲しい、50ゾンビ、うわ、ここ継続続いてる、続いてる、オッケー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 、次次次いたい、おーし、赤ゾンビ、これ50、あっつ、え、待って待って、やばくない、え、やばいやばいやばい、これやばいじゃん、左から、やばい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 、やばくない、え、これまだこれ続くの、え、こんな続くの、これやばやば、鏡始まったぞ、おい、いや、これやばいわ、え、鏡おもろあのね、今ね、ドイツ戦で2点目日本決めた感じになってる、日本おもろみたいな、やば、まだ終わんない、そうね、で、これで、まあ、こんな感じで上乗せしていくと、はい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 、あ、デンジャーで終わっちゃうかどうか、これはいいね、この感覚でベルが引ければいいってことだね、おお、ナイス、一回回避してアンダーで、で、ここでベル、あー、リプル、おー、リプルナイス、で、ここでベルは引けない、さあここで回避したい、ああナイス、ノープロブレム、ノープロブレム、全然あるよね、ここデンジャー回避したい、ああナイス、うまい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 、いい、いいとこでベル引く、カモンも出てきて、カモンも、あ、まずいか、あ、うまい、うま、めちゃんこうまいんじゃん、さあこの辺危ない、これでただ370も乗ったと、え、これ半端ないな、マジで、かー、これがドリームか、やばいな、これやばいわ、で、また まだだってまだドリームカムサーゲームもある状態でしょ、で、またディスクをディスク貯めりゃいいんだもんな、行くでしょこれ、こんなよくわかんない台出しやがってと思ったけど、こういうことだったんだね、ケイシのダンス、特化ゾーンがおもろすぎるわ、ちょっと、いや結構帰ってくる感じになったぜこれで、さあ2000行きました、さあこれで100ゲーム切ってしまいます、そうなんだよ、ここでなんだよな、ここで一番欲しいのよ、今全長が欲しいのよ、 A で600とかにしといてよ、そんな天井やめようぜ、さあラスト10ゲームになってしまったよ、もう
まあ、楽しくは回せたけどちょっと話はまた別よね。いや、あのやれてる流れっていうのをいかにこううまいことやって出玉まだまだいけるかなと思ってたのに意外とここで終わってしまうというね。さあラストです。あーないかな。さあ2355枚でドリームカムズアゲインがあるのでこの後木戻しです。さあお、まだまだで全長でしかもなんか左、あーこれあーだって上乗せ50するほどなんか引いてないもんね。まあそうね、 AT 中さはまた別特殊だったりするかもしれないしね。あー強い、強すぎる、強すぎる、高いよ、足りてたね、熱すぎじゃん。はい、ここ青濃い、青濃い、赤ナイス、赤半分返ってくると思わなかったもんな。一応ちゃんとね2000円超えてるからね。さあラストゲームで、ここでディスクジャッジメントね。さっきと同じでケイシロちゃんを当てればいいわけよ。ああ、なるほどね、超プレジデントボーナスだ、これが熱いってことだよね。2v1 OK、 頼む、何でもいいよ。あー、これがもうあれね、ワンセット分、なるほど。お、広角からスタート。さあ2500、4分の1万枚。さあもうやっぱワンセットが駆け抜けですね。これはいかにこの AT50 ゲームが難しいかっていうのを再確認しました。さあラストゲームでございます。さあ2660枚キラキラしてます。でドリームカムズアゲインがあるのでここで引き戻しのチャンスです。で今日1回ミスってるんでね、ここでやっぱ関門したいということでアタックセブンでいきますよ。さあ7です。これがこの右手が、頼むよ。へおう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 、なんか引いたんじゃん。ヘイを引いてんね、ヘイを。カカカカカ、カモン来てよ、カモン来い。そんなむずいかこれ、 50% じゃないのか。さあラスト、チーパワー、まあ、今日やれてなかったかな、うん、予定調和だったわ。はい、334打つ、まあ確かにこれは一応期待値はあるよね、多分打つ分には。じゃあ一応打うか、うん、これだけ追っとくか。さあラスト、はい、終わり。167枚、うん、ないです。はい、最終的に鏡のいいところは見ることができたので良かったかなと思います。で今日僕打った台ね、まあ、正直分かんないですけども、
ぶっちゃけ 1でいいような気はするんですよ、正直なところ。スランプグラフだけ最後見ましょうかね。レンジ調整させてもらって、まあ、今日は基本的にね、ここまでがね、まだちょっと可能性は感じたんだけど、こっからがね、でその最後もたまたまね、やれたからいいですけど、たまたまやれたのをどこに持ってくるかでだいぶ変わると思うんで、設定をが入る日以外で打つのであれば、ヒットアンダーウェイでもいいような気はします。4416枚の、回収が2315、マイナスの2101枚かな。はい、まあ10入った時にはね、うん、まあまあ丸々負けると思ったんで、それ考えたら良かったと思います。なんかでもちょっとムカつくわこいつ、ムカつくけど、まあよしとするか今日は。くそー、いつかもうちょっとやりたいな。てかそういうところ、そういうことを思わせてくれたのは良かったかな。うん、いやーきつかったな、何が鏡じゃってなったけど、うん、はい、以上です、お疲れ様でした。